ラジオです。今日もみんなの市に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、これは東京の日野市にいるんですけども、今回は激辛麻辣麺が、チャレンジできるということで、今回のお店はですね、麺飯店まらまらさんに来ております。海鮮系の醤油豚骨を使った、ベススープのベースにそこに麺を絡めて、美味しく、いただくという麻辣麺が、あるということで今回、参りました。今回もね、辛さレベルが選べるということで、今回はここの、辛さレベル5ですね、一番マックスのものを挑戦していきたいかなと思います。それでは行きましょう。まらまら、麺固め、味濃いめ、油多め、麻辣。いただきます。さあ、まらまらさんの激辛麻辣麺、辛さレベル5、いただきましょう。まらまら、これは美味しそうだ。全部好みはマシマシでしましたけども、スープが濃厚な感じがします。めちゃくちゃいい香りが漂っております。これは美味しい。香りが豊か。メンマ、いきます。ほうれん草、いきます。若干ホワジャオのしびれが効いております。これぐらいのホワジャオのしびれ感だったら、非常に美味しく、すいません、ラー油のような香ばしい香りです。そしてこちら、分厚いチャーシュー、いただきます。海鮮系の醤油味ベースなので、非常にこうあっさり、味は濃いめで頼んだんですけども、非常にあっさりした味わいになっています。おいしいな。辛さプラスしびると、こういった感じです。半分以上食べ終わったので、ここで、ちょっとニンニクを、おろしニンニクを加えて自分好みにカスタムしていただきます。ニンニク合うわ、最高だね。水を飲むとホワジャオのしびがふわーっと追加でくる。麺は終わったので、残すこのスープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。お顔の周りがサウナ状態になってまいりました。ご飯に合いそうですね。ご飯入れて猫ママにしたらより美味しく感じると思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。麺飯店まるまるさんの激辛麻辣麺、辛さ5、辛さレベルじゃーん、辛さレベル6です。
海鮮の、出汁の効いた、醤油ベースのスープがですね、あっさりした感じで、それが麺にまとわりついて、非常に、美味しくいただきました。具材のほうれん草なども、シャキシャキ食感、そして海苔と、メンマも大ぶりな感じで、チャーシューもね、チャーシューが一番美味しかったですね。で残ったスープはね、もしかしたらこれね、こう白いご飯とか足すとね、より楽しめるんじゃないかなと思いました。辛さ自体もね、程よい辛さですけれども、あとね、そこにね、あのホアジャオのしびれがこう加わることによって、その辛みがより、強く感じられたのではないでしょうか。今もこう食べ終わった後ね、若干心地いい感じのしびれが、口の中に漂っています。まあ、これぐらいのこの結構まあ、あのいろんなあのホアジャオを使った料理とかこう食べてきましたけども、あんまりこうね、ガン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 使いすぎるとしびれすぎてヒーヒー言いますけど、これぐらいのホアジャオぐらいのあの使用だったら、僕はね、こう美味しく食べられるのではないかなと感じました。まあ、非常にちょっとおすすめですね。ホアジャオ苦手な方とか、ちょっと挑戦してみたいよっていう方は、ぜひこの激辛マーラーメン、お試しいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますね。フォローお願いします。マラマラ。